谷中生姜とされている、はしかみ、本蔵図譜巻の44歳部君菜類。谷中生姜は、葉生姜の一種。江戸東京野菜のブランド野菜でもある。居酒屋などでの不調で、谷中といえば味噌などが添えられた、葉生姜が供されるなど、葉生姜の代表的な品種である。生姜の歴史については、生姜を参照のこと。谷中生姜の名称にもなっている谷中の地名は、 JR 日暮里駅の南側に位置する、谷中銀座商店街で有名な台東区谷中ではなく、日暮里駅北側に位置する、現在の西日暮里1丁目、2丁目、5丁目付近に、かつてあった東京府北と島郡谷中本村が由来で、ある。谷中本村は元禄には、集落が形成されていたという。この地での生姜の栽培は、ある時、谷中本村の農夫が、 神田大物市場の勧めで種生姜を3章購入したことから始まる。1824年の竹江産物史に記載があり、江戸後期の時点で谷中本村では生姜が特産として知られていた。1872年の文献、東京府資料によれば谷中本村の生姜8450パニ676円の値段がついているという記録が残っている。 出荷する生姜からは柔らかいので、主生姜は取れないため、費用面では、毎年主生姜を購入する必要があったことも、原因の一つとなり、谷中本村地域での栽培は衰退していった。1903年の、東京府北豊島群農業資料によれば、何分種子購入に多額に費用を、要するをもって、栽培を、ゾ、すこと父、樽を面礼難しとあり、 主生画が,が高額なので、栽培量を増やしにくいことが書かれている。また流通や都市開発の要素としては、1883年に日本鉄道第一区の上の熊谷間が開通したことで、日暮里付近の市街地化が徐々に進んでいき、谷中本村付近での栽培が減っていった。1889年に谷中本村は日暮里村となる。 さらに、関東大震災後には、日暮里周辺の農地が都市化によって減少し、結果的に栽培地は、日暮里から三河島、小グ、など、条件的に同様の低地に遷移していき、第二次世界大戦前には栽培される場所が埼玉、などに北上していく。ただし、三河島では、コスト面と南浮病などによりあまり栽培が、根付かなかった。 谷中本村付近では大正期まで作られていたという。谷中本村の流通や天候の地の利と技術が条件的にも良かったと考えられている。1918年11月10日に発行されている北豊島軍史によれば、日暮里の母地上は谷中は地上と称し、なたかかりしも、 次世の変遷はまた公主するのよちなきに至り、今やオグ村一人その名をもっぱらにす。種類は、谷中生姜の系統に属し、品質また相くだらず。オグの恥かみにくだらざる者は、志村を技よ用に蒸す。根ハ恥かみの名市場に高し。その特色とするところは、性質難視し,して、食して、 戦意を止めず、多く、漬物に用をらると書かれ、谷中本村と同様の定地で栽培されていたことが、わかる。東京都内では長らく栽培がされていなかったが、2000年代に、入って、東京西部の JA 東京緑では20人の生産者が栽培しており、2014年、JA 東京中央会により、江戸東京野菜に登録された。2020年現在、 谷中生姜の産地は主に千葉県となり、ブランド名として谷中生姜の名称が使われている。以下のような条件がある、現在の日暮里駅を挟むような形で、谷中銀座側でもある南側は、武蔵野大地であり、北側は、外貨と呼ばれる低地であったため、外貨に位置していた谷中本村は生姜を栽培するに、あたって、好条件だった。低地のため水には、 不足しないが、川の氾濫などによる、洪水被害も多かった谷中本村では、農家が船を所有していることも多く、流通手段として、神田や日本橋に、農作物を運搬することもあった。年に一度の収穫の米作では、水害が起きた時に一年分の被害が生じるので、畑で野菜を作れば、年に何回かの収穫が見込めるため、被害が、 最小限で済むという理由からも野菜が作られていた。また収穫後に鮮度が落ちやすいものは、市街地に隣接している農村が有利であったため、この面でも谷中本村が公的地であった。谷中、根津、千田木に根差した地域雑誌、谷中、根津、千田木は1992年に、谷中生姜を特集しており、 日暮里で古くから農業を営んでいた家の子孫に話を聞いている。横山家によれば、東向きの崖下で高台から続く関東ローム層の下のサラサラした黒い土が適していたこと、清水がよく湧いたこと、埼玉の安行の生姜の種を千住のやっちゃ場で購入していたと語られている。また現在の荒川消防署、おとなし川出張所付近にあった。 うちだけの生姜が良かったのだにもある。江戸自慢36京芝名院生が、芝新名宮祭礼生姜市の慶石浜神社は、芝の新名様、芝の朝日新名宮とも呼ばれ、9月の祭礼では、縁起物として生姜が売られていた。芝新名宮でも古くから、生姜市が開催されており、谷中生姜が売られていたという資料がある。他方、 芝神名宮で行われている、生姜種で名物なのは、メッカチ生姜と呼ばれるもので、目を取り除いたことから、目をかくなどの説で名付けられたものであるという説もある。食用の生姜は大まかに熱、ね、生姜、新生姜、葉生姜などに分けられる。谷中生姜は、葉生姜の代表的な品種の一つであり、葉生姜といえば、谷中生姜を指すことも多い。また、葉生イコール。 谷中生姜と同義のように呼ばれる例もある。4月末から4月初頭に種生姜を植え、7月末から9月にかけて収穫する。谷中本村で栽培されていた頃は、4月頃に、千住市場や、現在の埼玉県川口市から種生姜を購入し、7、8月に出荷していた。1900年頃、日暮里で谷中生姜を栽培していた農家の一軒に、関屋があった。 関谷は1905年7月に東京府農樹研究会第1回演芸農産協新会において当時の東京府知事の千言高富より生姜の栽培で一等賞を贈られており1907年にも東京府農会演芸奨励品評会で一等賞を獲得していることが記録に残っているその関谷による書物で 荒川区の登録有形文化財でもある1899年から1902年頃に書かれた関屋農事歴には1900年4月23日に生姜の種を買いに行き翌日に植えたことが記されているお盆の時期に寺の住職が段階手土産として持っていくなど贈答品としても扱われ特に東映山関映寺の住職は盆生姜として 段下周りに持っていったという資料もある。ザルに土を入れて育てたものをそのまま送ることもあり、香りが良いのでザルに入ったまま床の間に飾ることもあった。栄養素食品成分データベースによれば、葉生姜の栄養素は 100g あたり 9kcal ロロ、水分 96.3g、タンパク質 0.5g、炭水化物 2.1g、海分 0.7g となっている。 ボン生姜は薬用としても徴用され夏場の食欲増進が謳われることがある。加工品東京の国分寺市では谷中生姜を使ったジンジャーシロップが作られている。埼玉県の見沼田んぼでもかつて谷中生姜が栽培されていたことからジンジャービアの製造も行われている。特徴濃い緑色の葉と 根本のピンク色、赤みがみずみずしいものが良いとされ、筋がなく、辛みが少ないのが特徴。年代的には、不明なものの江戸が誇れるものを番付に見立てた、江戸島にも、筋なし、柳瀬うがが前頭に記載されている。洗って味噌などのディップをつけて生食するほか、甘酢などにつけて食べる。肉を巻いてあげる、生ハムを巻くなどの食べ方もある。 生姜を使って炊き込みご飯にしたものを谷中ご飯と称する場合がある。長谷川しぐれの回想録、旧文日本橋には谷中生姜が登場する。名物の谷中生姜は、歯が青く生き生きしていて、黒い土が落とされると、真っ白な根の際に、この赤い皮が、風呂から出た綺麗な人の血色のように鮮やかに目立った。 谷中の高台で栽培されていたのではないとしている。資料がある現代金遣いに直して記載。ありがとうございます。